はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、算数基礎講座。今日はね、時計算の5回目なんですけど、今日はね、何にも問題は解きません。ちょっとね、どうやったら時計をきちんと正確にね、かっこいい時計をかけるかっていうね、のをやってみたいと思います。これ意外とね、これね、時計算って時計書いた方が分かりやすいんですよね。時計書かないでね、時計算解くって結構大変だと思います。だからといってね、これ時計の書き方がね、下手くそだとね、まあちょっとね、やる気なくしちゃうでしょ。どうやってこれね、円にちゃんと12等分できるかっていうね、ことなんですよ。で、どんな風に書くかっていうとね、コツはね、まあ2つぐらいしかないかな。ね。1つはね、まず円の書き方です。僕はこんな風に書いてます。ね、円があったら同じ長さで4点書くんですよ。こうやって。コンパスなんかいちいち使えませんからね。ただ4点こうやって同じ方向にやったら、こっからこういう風に継ぎ目がけて、継ぎ目がけて、継ぎ目がけて、継ぎ目がけて書くと、綺麗な円ができます。で、次にどうやってこの目盛りを打つかっていうと、最初にこの4点ね、12時、3時、6時、9時、ここを書くんですよ。これはまあ要するにこことここですから、すぐ書けるんですね。で、これを3つに分けるだけなんだけど、どうやったらこのね、3つをね、うまく書けるかっていうと、こんな風に考えるとね、綺麗に書けるんです。こことここの真ん中。真ん中を上に真上にしたら絶対に3分の1になります。こことこの真ん中、この下、3分の1になるんです。で、こことここの真ん中。ここ。ここ。こことここの真ん中。で、これ横にします。そうすると、きれいに書けるんですよ。こうね。で、最後ここね。こことここの真ん中。不思議でしょ？こことここの真ん中。真ん中にすると書けるんですよ。なんでかっていうと、これ真ん中にするとね、これ綺麗な正三角形になるんです。これ。こうやって。じゃあもうちょっと書いてみましょう。まず円を書きます。4点。取って、めがけて、次めがけて円を描いていく。そしたら今度はこれね、上と下、左と右。ただ今度その次、ここの真ん中の上、真ん中の下、真ん中の横、真ん中の横。今度ここの真ん中の上、真ん中の下、こことここの真ん中の横、真ん中の横。これで、書けますね。十字書いてって言ったらね、短い針を十字で、これ長い針、十時10分、長い針、短い針。じゃあ、7時30分、短い針、長い針。まあ、こんな感じですね。ちょっと練習してみてください。今日はここまでにしましょう。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。